はい、それではね、Life is Strange Before the Storm の続きをね、やっていこうと思います。デイビッドにね、来るまで学校まで送ってもらって、エリオットだったっけ、男の子からね、なんか演劇を見に行こうって誘われた後ですね。これ、あ、エリオットね、これ、そうそう、話しかけとこうか、一応。また授業で。また授業で、はい、割とさっぱりしてます。薬物反対ポスター。見る。これは？今のところ興味なし。これ何なのか分かんないね。なんとかムービークラブって書いてある。SF 映画同好会。おお。ウォーレンかブロック。ウォーレンって、ウォーレンがあのマックスの話の時に出てきてたよね。確かの子だったっけ？ちょっと思い出せないけど。意外と面白そう。うん。ウォーレンも。その子もね、いい、割といい男の子でしたね。ドラッグ。シラフで一日過ごした方がおかしくなる。薬物は人生をめちゃくちゃします。よいしょ。テンペスト。あ、メールが来たよ。日記。マイキーとピクニックテーブルに行く。オッケーオッケー。早いね。便利だね。よいしょ。見る未来の人材、ね、未来はクソだよ。あ、ビクトリアってさいたかな。あ、カリープライス、カリープライス、クロエだね。あ、いやね、冗談だってば。写真コンテストでヤングアーティスト賞を取ってから冗談も言わせてもらえないの。あ、そう。それにボルテックスクラブまで出てきてもう大騒ぎよ。あなただってその話聞いてるでしょ、レイチェル・アンバーから。レイチェル・アンバー、レイチェルが何だって。だって二人で楽しそうにしてる自撮りがアップされてたじゃない。ああ、写真撮りましたね。人を殺した、言ってみようか。普通に遊んだだけだ。音楽聴いて人を殺して何言ってるの。面白い人ね。それにしてもずいぶんレイチェルと仲がいいのね。違うって。ねえねえ、どういう子なの。なんかハマってるものがあるとか。薬？ごめんなさい、気を悪くしないで。でもあなたといるってそういうことでしょ、ね、そういう風に見られちゃうんですね、クロエはね。人気者だから完璧な女って感じ。レイチェル、ね、気持ち焼いてんのか。なるほどな、わかった。こんな話してる場合じゃない。科学の課題は終わらないし、あなたは相変わらず。課題の嘘の答えを教えておきましょう。ごめんごめん、悪気はないんだ。私課題終わってるから手伝おうか。え、あなたが。ああ、最後の問題むずかったよな。確か答えはフッ素、メモってる。ウラン、炭素、カリウム、ウランだったような。科学ですか。あってそう。素敵、ありがとう。ウランって出てくる、はいはい、科学で、高校生の科学で。終わりました。さっきのがね、今の女の子、前作も出てきましたね。ちょっと意地悪な子ですね。マックスいじめたりする子でしたね。どこに行けばいいんだったっけ？サマンサ。なんか結構、だから前作にも出てる女の子が出てきたりしてますね。何読んでんの？バージニアウルフなんか怖くない。うん。去年、ホイダ先生の授業で読んだな。え、課題なんかやるんだ。そういう風に見られる。いつもはやんないけど面白かったから。どこら辺が、どこら辺が、笑える話だ。笑える話だ。題名は狼なんか怖くないをもじってるし。それが笑える。自分が狼なら。それって冗談。ごめんね、頭の回転悪くて。私も性格悪いから。おあいこだ。みんなそう言うけど、
私は違うと思う。ごめん。誰もそんなこと言ってない。そういう意味じゃなくて。たく。クロエはどういう存在なんでしょうね、みんなからね。今はまだ学校に通ってるみたいですけど、前作の時はもう確か学校をね、辞めちゃってた気がしますね。家事。タイにもいろいろあるからな。何これ。エヴァンの作品は悪くない。イヴァン・アリス。ちょっとね、でも、前作やったのがね、2年前ぐらいかな、なんでね。よいしょ。余計ステージの上を歩きたくなる。とりあえず歩いておきましょうか。あ、登れないぞ。箱があるけど、ここからは箱に行けない。あ、登れるね。段差があった。この段差登れないの。こっからやったら登れる。箱がちょっと気になるんで、見ときましょうか。はい。座るか。それだけか。授業に行くべきだろうけど。あ、こういうふうにこう、なんていうのかな。回想シーンみたいなのがあるんだね。昨日の夜は現実だったのか。写真もアップされたけど信じられない。レイチェルはすごい。レイチェル・アンバー、人気者なんだね。演劇のスター、勉強も人気もトップの子が、私を救って一緒にヘドバンするなんて、どう考えても夢か現実がおかしくなったかだろう。あれかな、だっけた。これ校長先生じゃなかったっけ。ウェルズ校長。いや、やっぱそうだね。どうも。うん。クロエ・プライス、なんだその見つかってる。あの、まあ、我がブラックウェルのカウンセリングサービスは生徒のプライバシーも守る、困ったことがあれば相談しなさい、平気。困ってるのは向こうだよ、どっちかというと。君はいつまでたっても変わらんな。プライス君、そこの看板にステージに上がるなと書いてあるだろう。高速違反だ。さらに他の生徒の作品まで壊すつもりかね。どの校則違反？上がったんじゃなくて。先生、私は上がってない。通っただけ。へりくつを言っときましょうか。まったく笑えないな。いつも真剣な顔で疲れません？それそれ。それそれ。知っているかね。ここ最近君がドラッグを使用しているとの噂がある。事実なら即。なんならこの場で君の持ち物を調べてはっきりとさせてもいいんだぞ、プライス君。持ってんのかな。今日の授業。ああ、呼び出された。呼び出された。わかったね。ノ。ウェルズには私に構った方が損だって思わせないと。手強いんちゃう？校長先生。残念だけど答えはノーですね。おお。口答えするつもりかね。うん。お得意の皮肉の井戸も枯れたか。皮肉の井戸も枯れた。何それ。皮肉のウェルズ井戸。あ、そっか。ウェルズって名前だからか。やっと名前と井戸でダジャレを言う機会を見つけたから嬉しいんじゃないですか。井戸ってなんて言うんだろう、英語で。冗談。罪を犯した者はそうやってすぐごまかそうとする、ごまかそう。罪人の権利。憲法も知らないんすか。違法な捜査と押収はダメっすよ。これうまくいってんのか言ってないのか分かんないけどね。うちは私立。生徒の持ち物は全て。あの砂時計のとこまでたどり着けばいいのかな。調査、自分のルール。私のルールは常に正直に。
メディアにも、勝ったの負けたの薬の真実について話した方がいいんですかね。いや、君の行為について言い任せましたね、一応ね。だがプライス君、これで終わりではないぞ。はい。おっと、捨て台詞来たこれ。生意気、生意気すぎる。と言われてたら、死ぬほどビビってた。今はもう何が起きてもどうでもいいやって感じだ。難しい年頃ですね。どこ行ったんやったっけ。一応一回りしていこうか。いろんな人いるしね。なんか懐かしい。グラント先生はなんか割といい先生だった気がするんだけど、違ったかな。グラント先生。クロエ、大丈夫なの？ああ、大丈夫。ね、なんかいい親身な先生だよね。どっちかって。こんな仮説はどうかしら。今日のクロエは科学の授業に遅刻せずちゃんと出席する。その可能性は。答えはサプライズで。科学的発見と同じで、その時になってみないとわからないよ。最近学校でいろいろあったけど、あなただけはいつも通りね。何があったんだろう学校で。いろいろって何？ちょっと気になりますね。そうね。プレスコット家が学校に多額の寄付をした。いいことよ。でもそのすべてが理数系科目じゃなくて。芸術科目に使われるのよ。あららら。芸術だって大事な科目でしょ。それはもちろんよ。でも理数科目に支援が必要だって話をしたばかりなのに、結果はこれよ。人生なんてこんなものかしらね。科学の先生だったかな。科学の先生だったかな、確か。理数、きっとなんとかなる。あと半年もすればまたスポンサーがついてレーザーを増やしてくれるかも。レーザー？レーザー？レーザーないの？残念ながらないわね。つまんない。何に使うんだ？いいか。グラント先生。グラント先生。ブラックウェルで、ね、そうそうそう。割といい先生だ、ね。少し口うるさいけど。あとはこれ誰？ケビン？スキップって何？スキップっていう名前？スキップマッシュは警備員か。学校の警備員。決して悪いやつじゃない。確かそのデイビッドがね、あの車で送ってくるデイビッドが警備員になってたような気が するんですけど、あのバスめっちゃ長いな。なんかすっごい胴長のバスじゃないですか、あれ。そんなもんなんかな。ジャスティン、ジャスティンはずっとスケボーしてる人いたよね、確かこんな子。なんだよこの前。ちょっと貸してとか言って言ってた気がする。どうした？レイチェルアンバーちょっと聞いてみましょう。あのさ、レイチェルアンバーをどう思う？可愛くて頭良くて可愛いって感じ。弱点なしですね。前に勉強手伝ってくれたし、俺数学がマジボロボロでさ。チャラすぎるぞ。去年の秋に赤点食らっちまってさ、その後教えてくれたら次 C プラ取った。おう、昨日のライブいた？昨日さ、工場のパーティーに行ったのが。ああ、そういうことか。ゲリラ的な感じの、マジかよ。噂によるとさ、あそこってかなりヤバいらしいじゃん、なんかいとこが前に。はいはい、とにかく最高だった。じゃあ授業でまた。なるほどね。そんなに別にクロエ嫌われてる感じじゃないよね。スケボーは乗れない。一回りしてみましょうか。あ、これかな。ステフとマイキーならテーブルでゲームをしてるはず。あれっぽい、あれっぽいね。この人誰？エヴァンは知らないな。エヴァン、写真の腕はいいけど何の演説？ちょっと話めんどくさそうだ。話めんどくさそうだし、スルーしよう。あとはそんだけかな、人がいるの。よし、これがステフとマイキーね。はい、DVD 貸してって言ってたよね。い
ンドア派代表、うん、ステフ・ギングリッチとマイキー・ノース。ステフは海賊版 DVD をこっちの方がダメでしょ、うん、はい。さっき天の復讐者にポーションを使えばよかったかな。なんだそれ、ゲームの話か。スキルチャレンジだからポーションは効かない。スキルチャレンジ TRPG の話。ああ、わかんないか。舐めないでくれる。昔やってた。よし、だいぶ昔の話だけど、任しとけ、うん、マックスって友達とやったことあるよ。え？ DVD はブレードランナーディレクターズカットだね。ありがとう。5ドルだっけ。ただでいいよ。お、名作をちゃんとわかってるもん。だって夢のシーンが入ってるディレクターズカットをわざわざリクエストしてくれたし、ね、なかなかいい人ですね。現実より夢、うん、人生のモットーだ、うん、いいね。ねえ、レイチェルもゲーマーなの？レイチェル・アンバー。なんで？昨日デートしてたでしょ。 あれ、もしかして違った？ん、どういう意味だ、レイチェルと。どういう意味、どういう意味だステフが恋したか。クロエもさ、一緒にやらない？今はそんな時間ないし、うん、また今度な。このキャンペーンなら20分くらいで終わるよ。他にすることないでしょ。どうしよう。やっとく？やっとく？はい。しょうがない。やるか。暇そうだしね。はい、キャラシート。エルフバーバリアンね。はい。何が私にぴったりだ。なる。確かになかなか私っぽいな。でしょでしょ。さて始めようか。二人はかつて映画を誇るも長いんか。ブラックウェルの侵略者たちに滅ぼされた、うん、アバーノン王国の英雄。お互い侵略者の野営地を襲い、リーダーである無傷のドゥーガロンを探していた、はい、満身創痍で最後の野営地に足を踏み入れると、うん、もう一人の英雄が現れた。ほう。杖を掲げて挨拶する。我はエラモン、うん、第三の和の魔術師、タイベリウス王の右腕にしてアバーノンの守護神。だいぶ楽しんでますね。自己紹介して。はい、自己紹介。ああ、エルフバーバリアンで名前は、あ、この人カラマスティア。止まる。かっこいいね。おお、よかった。悪くないね。さて、はい、二人はね、エラモンはエルフに聞いた、うん、タイベリウス王の名のもと我無傷のドゥーガロンを討伐せん我と共に戦う資格はあるのか、うん、剣で相手を刺したら、はい、剣で相手を刺したらそのまま貫通して後ろのやつも殺したことがある。止まるな、発言した。止まるなよ。訓練場、右には牢屋。はい。まっすぐ進む。訓練場、牢か。どう見てもドゥーガロンがいそうな巨大なテント。まっすぐでしょ。それはまっすぐでしょ。さて、どっちに進む？まっすぐだ。まっすぐだ。ドゥー野郎を倒すんだから。ドゥーガロン、ドゥーガロンね。訓練場には戦利品があるだろう。うん。ついでに捕虜も解放すべきだ。クロエが選んで。まっすぐだ。どこに行く？まっすぐ。訓練場、ボスのテント。まっすぐ。テントに行くぞ。はい。訓練場と牢屋にはまだ行ってないけど。いいよ。そのボス戦いきなりだ。いいんだ。いきなり。ボスと戦いたい。テントに入る。はい。ブラックウェルの侵略者を率いるドゥーガロンを発見した。黒いローブをまとい、うん、2メートル近い両手剣を手にした。ミノタウロスね。シンクの目を持つミノタウロスだ。はい。楽しんでるね、だいぶね。いつの笑い声が響き渡った、うん、貴様らの土地も民もいただいた。もう諦めろ。王国も貴様らも弱すぎるぞ、うん、嫌なやつだな。任せて。カタクリズミックファイヤーを。なんだそれ。うん。炎は
敵に触れた瞬間マジか消えた。ドゥーガロンは笑って大炎のブレーサーを見せつけた。うん、僕歩道系の呪文しか持ってない。良いな良いな。カラマスティア、うん、どうする。何、ラスフルラッシュ。ラスフルラッシュって、タックルみたいなやつ、これでしょ、これでしょ。怒りを込めたタックル、じゃあ、それで。あなたは怒りの叫び声を上げ突進した。ドゥーガロンは不意をつかれ避けられない、その巨体を吹き飛ばしてダメージを与えた。よっしゃ、次はこいつ役に立たんな。あ、続くの。ブルータルパンチ、アナイアレーションストライク、これが最後っぽいから、まず次はパンチだな。牛野郎の股間を殴ってやるか。あ、ま、マジで股間を、うん、ああ思いっきりな。キックだな、どっちかっていうとね。ミス、お、ドゥーガロンはよろけるあなたを見て笑ったサイコロ振ってた。しかも脇腹を角で疲れた。8ダメージね。はい。行って。次はどうする？もうこれしかない。必殺技だ。アナイアレーションストライク。強そうだ。1？ やばそうだな。うん。どうでしょう。あなたは一歩踏み出した途端に石につまずき、音を立てながら倒れた。斧は大きく横にぶれて。マイキー。回避ロールね。はい。嘘だろ。何？三だ。うん。斧はエラモンの足に。はい。ああ。取られた。両足ね。足首が切り落とされた。この誤ったとこ一応。悪いな。でも役に立ってないから。ドゥーガロンは、うん、動けないエラモンに迫る。やばいって。何もできない。最強ボスって言ったでしょ。キャラが死ぬとは一言も聞いてない。ドゥーガロンの蹄の音が聞こえる。どうす。お、すごい。どうす。振動がちゃんとね。私のせいだ。多分。どうしよう。いいでしょ。別にゲームだから。うん。どうしよう。踊っとく？踊っとく？踊ろう。あ、どうしよう。うん、くそ。踊って気をそらす。え？踊る？気をそらすんだ。終わりだ。よし来い。16？ よし来い。よし来た。よし来た。よし正解だ。これが正解だ。下手なダンスがドゥーガロンの心を奪った。おっしゃ。おっしゃ。おっしゃ。10秒ほど動きを止め、エラモンはなんとか立って逃げられた。逃げた。さて、ドゥーガロンはあなたを見ている。こっちに気を引いてるんだね。よし。体験を突き出し。突進してきた。武器ないんでしょ。でもくそ、ああ回避に失敗した。ああ、ドゥーガロンは笑いながらあなたを貫き空に持ち上げた、うん、マジかよ。さあどうする。ブレーサーのせいで何もできない。ごめんよクロエ、うん、足の剣もあるし大愛子だ。体から力が抜けていくのを感じる。耐え難い壮絶な痛みがあなたを襲う。どうするって。どうする。うん、頭かな。ドゥーヤローの頭を攻撃する。いい数字じゃなきゃ当たらない。死にかけてるし、うん、くそ。いい数字引く。うん、おお、いいよいいよ。攻撃はドゥーガロンのこめかみに当たった。しかし角が一本折れただけだった。二本あんの。しぶといな。ドゥーガロンは笑い、剣を一気に引き抜いた。あなたは死んでしまった。ひどい。ごめんクロエ。僕は逃げる。逃げんのかい。マイキーだけでも逃げてくれ。ウォーデンの陰徳。本当に？それしかないし。使えないもん。光の扉を召喚した。扉が開くと光が溢れ。ドゥーガロンの視力を奪う。扉が閉じ、あなたも扉も消えた。最初に使えよ、最初に。もっと強くなってから。最初に使えよ。楽しかった。で終わりか。書いたんだ。何？マイキー絵うまいんだな。うん。即興で書いた。死んで
一人にさせて悪かったな。大丈夫、倒すさ、いずれね。ありがとうね、クロエ。うん、また冒険しようよ、ね、まあ楽しみましたね。そのうちな。楽しかったよ、オタクども。ひどいな。で、DVD、よし、はい。次は科学の授業。科学ね、まあ、先生に約束したからね。科学の授業、学校そっから入るのかな。よし。自転車。あんまり選択肢は出てこないね。こう、ああ、ストーリーが。誰だ。何すんだ。何持ってんだ、スイッチ。スイッチ。その名前で俺を呼ぶな。ドリューノース。うん。ザ・ノーキン。姉さんプレスコットは。ああ、これが姉さんか。うん。おいおい、マジでキモいな、プレスコット。勝手に見るな。返せ。これがボンボン、ボンボンですね。うん。負け犬のくせに。よそで、負け犬同士、よそでやれ。よそでやってくんない。うん。喋れたのか。おっと、チームの面汚しがよ。親は一体いくらコーチに払ったんだ。学費を払えるようになってから言えよ。家が貧乏だと苦労するな。なんかあれだね、ジャイアントスネ夫の喧嘩みたいな感じ。てめえの親父が造船所を潰したせいで親父は職を失ったんだ。ああ、根深いね、根深いね。このなかなか勇気あるね、この子ね。そうだ、いいこと思いついたぞ、うん、プレスコット。部活とこんな趣味は両立できねえだろう。写真？写真だったっけ。クソ野郎が、上等だ、ぶっ殺してやるよ。よし、キャッチだ、キャッチだ。クロエ、どうにかして。ぼーっとしてないで。なんだよ。もう間に入るか。いいんじゃない、別に入ってあげよう。こういうやつに遠慮は無用だ。徹底的に潰さないと、うん、やめろよクズ。今俺に何て言った？クズ？うん、やめろ。やめろっつったんだよ、わかる？どっか行けって意味だ。うん、おい、まさかネイサン・プレスコットをかばう。ネイサンも正直結構クズなんですけどね、うんうん、フェアじゃない。あんたとこいつじゃ勝負にならない。フェアじゃないだろ、うん、バカじゃねえのか。あ、負けてるね。ちょっと消えやがれ、うん、バカはお前。バカはお前だろ、よく留年しなかったな。俺とやり合うつもりか。うん、あんたがやりたがってんでしょ。あんたが姉さんとやりたがってんだろ。こくっちまったらどうだ。うん、ふざけやがって。面白いとでも思ってんのか。うん、うん、難しいな。あ、見てる。あのさ、いくらギャーギャー騒いでもみんな、あ、負けたっぽいな。これ負けたっぽいな。あ、結局口だけじゃねえか。負けちゃった。で投げられた。ああ、まあいいや。何ヶ月かかったと思った。チームをやめな、自分のためだ。余計なことしちゃった。大丈夫。ああ、ありがとう。みんなプレスコットだからって彼を。大丈夫か。お、ああ、問題ない。名前なんだっけ。スキップ、スキップ、うん、それだけ。こういうふうにちょっとこう言い合いをするんですね、今回の、ゲームはね。あ、何、話せてよかった。うん、は
早いな、おつのこの二人。お母さんもね、いい人なんですけどね。はい。うん。終了。まあ、授業を受けに行きましょうか。はい、薬物ポスターいっぱいあるな。はい。これ、リーチル？よかった。リーチルかな？リーチル？祈りの時、うん、その名を言えるよう、お名を知らせてください。ミランダ、父様の言いつけを破ってしまったわ。どんな劇なんだろうね。ミランダ、なんと尊い。これまで大勢のご婦人を目にしたし、うん、その美しい言葉に、その美しい言葉の音楽に、その美しい。エイデン、勘弁してくれ。まだ覚えていないのか。すみません。僕に謝るな。謝るなら、君に付き合ってくれてる相手役と、他の演者たち、さらに自分自身に。キートン先生、あの、母に衣装を直してもらったんですけど、どうでしょう。何の役なんだろうね。レイチェル。あ、これがやっぱレイチェルか。昨日くらい現実離れしてきた。なかなかいいじゃん、レイチェル。イケてるね。相変わらず素晴らしい。どういう基準かわかんない。まだ腑に落ちないんです、うん。この方よりも立派な人を欲しいとは思いませんって。彼女は本気ですか？どういう意味だ。他の女を抱きまくってるって言ったのに。そうだよね。もう何度も議論したけど、新鮮な視点が必要ね。ちょっとわかんないぞ。何の話？何の話？要はミランダのファーディナンドの気持ちは、うん、恋への恋なのか本当に一目惚れしたのかって、うん、どっちでもいいよ別に。どう思う？どっちでもいいよ。わかんない。真実のミランダバカにしとく。恋に落ちるなんてバカらしい。12歳のガキかよ。彼女は15歳くらいだ。つまりバカ。もといウブであることはいい指摘だな。よかったのかな。わかんないね。先生、ありがとうございました。また後で。よくわかんないな、うん。これから1年の即興劇の授業か。ん？素敵なメイクね。自分でやったの？はい。冗談よ。あいつ最低だったね。大したことないよ。ちょっと待ってて。私は科学の授業してるんだ。ねえ、ベルト取ってくれない？バッグに入ってるから。ああ、うん、いいよ。なんかだんだんね、レイチェルと仲良くなっていく。余計なことを言って恥をかかない。感じですかね。それくらい私でもできるの。ちょっと緊張してるんだね、クロエはね、レイチェルの前でも。なるほど。はい。まあ、そしたらね、今日はこの辺で、終わりにしておきます。またね、次回ここからやっていきますので、よかったらね、見に来てください。ではこれで終わっときます。お疲れ様でした。Thank you.